Sony's commitment to the environment dates back to 1993, almost 30 years ago. It has since evolved into a global environmental plan called Road to Zero, in which we strive to achieve a zero environmental footprint with our products' life cycles and our business activities by 2050. Sony is on track to achieving its goals, and we're accelerating our efforts. In our most recent medium-term targets for 2025, we are progressively reducing all plastic packaging materials for new compact products as we move toward total elimination. With this Xperia Pro I, we are leading the industry in eliminating all plastic packaging. So now, packaging design engineer Tomoyuki Nishizaki will talk about how Xperia achieved the plastic zero packaging. 昨今、海洋プラスチック問題と様々な環境問題がハイライトされていますが、ソニーは以前から脱プラスチックの検討を始めていました。従来は比較的大きなパーツについてプラスチックから紙への置き換えを実施してきましたが、今回の Xperia Pro I パッケージではさらに踏み込み、細部の脱プラスチックを行っています。包装部品のプラスチック材料使用重量比を見ると、2018年モデルではおよそ 27% のプラスチック材料を使用していましたが、Xperia Pro I では 0% を達成しています。長年環境対応に取り組んできたソニーだからこそ、細部にまで踏み込んだ対応ができたと考えています。他社製品では未だにパッケージにプラスチックを利用されている中、業界で先駆けてプラスチック使用ゼロパッケージを実現でき、大きな意義があると考えています。Xperia Pro I で取り組んだ脱プラスチック対応の一例として、本体保護シートの紙製への置き換えがあります。紙製保護シートの導入は Xperia として初の試みです。これまではスマートフォン保護には、プラスチック製の保護袋と保護シートの2部品が使われていました。ソニーでは振動、音質度の変化をあえて与える過酷な梱包テストを行っています。このクオリティを実現するのに度重なる検討をしましたが、必要な保護性能を紙製保護シート1部品に持たせる設計を達成でき、部品点数削減も同時に実現できました。プラスチックの透明な素材から紙製に変わり、大きく印象は変わりましたが、製品にフィットした印象を与えることができ、すっきりとシンプルに仕上がったと考えています。ソニーでは紙資源が有限であることを認識し、継続的に紙使用量の削減に取り組んでいます。また、紙を使用する場合には、紙印刷物の購入方針に沿って、森林認証紙や再生紙などの環境に配慮した紙の優先的な購入を進めています。スマートフォン用ボックス内のパルプトレイは、製紙工場で出る商品にできない損紙を原料として活用しています。外箱の色に合わせたものを選び、原料に使用することで、漂白や着色をせずそのまま成形して利用しています。ソニー、そしてXperiaは、今後も環境負荷ゼロの達成に向けて取り組んでいきます。この活動が未来の持続可能な社会と環境へとつながっていくことに期待しています。